トランプ氏の決起集会に行きました友達と一緒に憎むのをやめろという横断幕を広げたんですなぜ白人至上主義を守るんだと声を上げていましたがその後すぐ追い出されました会場を出る時殴るぞと脅してきた男性がいました殴られませんでしたが最後はそんな感じでした あなたの仕事は活動家ではなくコメディアンですよねそもそもなぜ集会に行って横断幕を広げようと思ったのですか何を伝えたかったのですか少し前にトランプ氏の集会でローズ・ハミドさんが受けた扱いに激怒したんですムスリム女性のハミドさんはトランプ氏の演説中に無言で立ち上がり抗議したら退場させられましたそんなのアメリカの言論の自由の文化に合わないです トランプ氏はイスラム教徒とイスラム教過激派をごっちゃにしていますがバカバカしいと思いますクークラックスクランとキリスト教を一緒にするようなもんですでも多様性をあまり受け入れようとしないトランプ氏の政策に共感する人は多くいますヒスパニック系アメリカ人やイスラム教徒についての発言などあなたが集会にいた時トランプ氏の支援者たちはどういう雰囲気だったんですか 支援者たちはそんなにピリピリした感じはありませんでしたそれから主的な要素もありましたアイオワ州の小さな町ですただ見に行っただけという人もいました叫んでる支援者も当然いましたがアイオワは完璧でなくてもリベラルな伝統はあります同性婚や異人種間の結婚は早い段階で合法になりました